谷代一12月1日から2011年10月24日は日本の政治家。勲章は勲一等局実大受章。肖像くらい。農林水産大臣、北海道開発庁長官、沖縄開発庁長官、衆議院議員、兵庫県議会議員等を歴任した。息子は衆議院議員の谷光一。兵庫県三方軍村岡町生まれ。 兵庫県立第一神戸商業学校卒業。28歳で、町議会議員に初当選し、町議を3期、町長、兵庫県議会議員を2期ずつ務める。1976年、第34回衆議院議員総選挙に、旧兵庫県第5区から、自由民主党公認で立候補し、当選。以後、9回連続当選。 中選挙区時代の最大のライバルは民社党の佐々木良作であった。1990年第2次海部改造内閣で北海道開発庁長官兼沖縄開発庁長官に任命され初入閣を果たした。小選挙区比例代表並立制の導入に伴い、1996年の第41回衆議院議員総選挙には、 新設された兵庫県第5区から立候補し、8選。2000年の第42回衆議院議員総選挙でも民主党公認の吉岡健次自由党公認の梶原康弘ら4人の対立候補に一人も比例復活を許さず、9選。選挙後に発足した第2次森内閣で農林水産大臣に任命され、2度目の入閣を果たした。2003年の 第43回衆議院議員総選挙には立候補せず、政界から引退した。なお、選挙区の地盤は、息子の谷孝一が引き継ぎ、光一は、第43回衆議院議員総選挙で当選した。2011年10月24日、水臓癌のため、兵庫県神戸市の病院で死去。84歳没。死没日をもって肖像くらいに除された。 元衆院議員の谷陽一氏、死去上町出身神戸新聞2011年10月24日、閲覧2011年11月21日付、官報本市、ありがとうございます。